はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021始めていきましょう。今回も2009年10月5週間でです。ブリーダーズカップ秋の天皇賞などが行われます。こちらツイッチでいつも通り配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。マイツイッチアカウントフォロー and ビジットプリーズ。この動画のアーカイブ2日後13日21時頃から YouTube でアップロードします。ぜひ見てください。 YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。 This live archive my YouTube チャンネルアップロード2 days after my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。また旧ツイッターである X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。 X の、チャンネル登録、アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。マイツイッター X、アカウントプリーズビジット&フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。10月5週からです。全部使い切ったよな。サマーバード金引きりとゼニアッタの2頭出しですが、サマーバードが立ちふさがる。世界に花が勝った。金引きりは首位互角か。秋の天皇賞も待っております。こちらは天の小泉ですね。すいません。でカンパニー天のシャメールもいます。ホカスワンステークス天の花盛りか。いきましょう。ネクスト、まず BC フィリー&メアスプリント刀春日登場。一番人気春日はまだ今8勝上げてないはず。125、一応トップですが、インフォームドディシジョンが立ちふさがりますね。バリースウォームも人気です。フルートチャイムズあたりかな。先行馬少ないので展開的にはチャンスです。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント牝馬限定ダート 1400m です。
世界各地から快速自慢のレディーたちが集結しました。全米最速のスプリント女王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップフィリー&メアスプリント、いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、インフォームドディシジョン前に行きそうです。片野春日、それに続いています。さらにはメアってどういう意味なんでしょうね。10番ウェイクフラッシュ、その後ろ先手を取ったのは片野春日、少し間が空いて先手を奪いました。青の帽子エンデバースピードウェイ、その後ろその外からマリンスウォーム、内からはシンフォニーマルグレーテ、並んで5番ゴールドウィンストン、その外にサウスジェットスカーレット、その隣にジャストホイッスルディキシー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として2番片野春日、インフォームドディシジョン、ほとんど差がありません。間を挟んでスポーティングパンテオン、3番手最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。片野春日先頭、さあ押し切れるか。200m 先頭は押し切れそうですね。インフォームドディシジョン、さあ詰まらない、とてつもない強さ、片野春日強い強い、勝ちましたね。逃げ切った、圧勝ゴールイン。2着はインフォームドディシジョン、3着にスターダムバウンド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。連覇、そうか連覇だったんだ。このレースは勝つべきレースだったってことですね。鉄砲そんなにいらん。 BC フィリー&メアターフダイワスカーレット、今度は芝のレースとなります。ダイワスカーレットは一番人気です。ダイワスカーレットも現役最終年ですからね、頑張ってほしいとこです。フォーエバートゥゲザーとの一騎打ちムードか。他ザリスカもいますが、どうなりますか。レース行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、牝馬限定芝 2000m です。芝の女王決定戦、ブリーダーズカップフィリー&メアターフです。華やかに美しく、そして誰よりも早く、ここを制し最強牝馬の座につくのは果たしてどの馬か。まもなく発走です。スタートしました。ストライクオフ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出したのはストライクオフ、さらにはサファリノーベンバー、栗色の馬体モアフォーエバー、その後ろ先手を取ったのはストライクオフ、2番手に最強女王ダイワスカーレット、その隣にパテントリーストレイド、その横に応援ケース、すぐ後ろにブラムタッチ、青の帽子サリスカ、その後ろザトツアミザール、それに続いています。並んで6番グラビオラスブリック、その外にオンザパワー、並んで10番ゲイリーゾーン、しんがりからフォーエバートゥゲザー、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番ストライクオフ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、これに続いて応援ケース、モアフォーエバー、すぐ後ろその外からブラムタッチ、並んで G13 勝サリスカ、ダイワスカーレット、いい位置です。並んで12番パテントリーストレイド、内からはガンドリアスペシャリスト、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてストライクオフ、先頭を伺う。2番手はダイワスカーレット、絶好の手応えです。サリスカ3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界一のぶつかり合いだ。あと 200m、 ここで先頭を代わってダイワスカーレット、2番手はフォーエバートゥゲザー、ダイワスカーレット、この馬で決まりか。ダイワスカーレット、強い強い、ダイワスカーレット、圧勝ゴールイン。2着はフォーエバートゥゲザー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。55キロっていうのもいいですね。こちらも連覇となりました。BC ディスタフです。天の瀬家中です。1番人気ディスタフも牝馬限定だったと思う。今回はそんなに簡単に勝てないかもね。タチハーカーはウェルクイーンとかシェーディーアークとかですね。
さあ、私勝つことができるでしょうか。まあ元金札も確定しておりますレースです。サタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップディスタ、サーク牝馬限定ダート 1800m です。アメリカ競馬の祭典に花を添える最強女王決定戦ブリーダーズカップディスタフ、最高峰の舞台で女の意地と意地が激突します。華麗なる戦い、まもなく開演です。スタートしました。フィリアンドメアじゃないんですね。これはだけはディスタフなんですね。前に行きそうです。ハイエストグレイン、それに続いています。さらにはアルーリングブロンド14番、シェーディアーク、その後ろアンライバルドベル、先手を取りました。内からはゴールドサウンディングズ、その外からゴーネットアディミュージックノート、そのうちに続いています。天の瀬家中、後ろからになりました。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。リバリッジドモック、すぐ後ろ上がっていきますね。瀬家中高位ですね。その外にか先団といったところでしょうか。その外にウィミンズティが、最後方にアビティエミネンス、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。栗色の馬体アルーリングブロンド、レースを引っ張ります。2馬身から3馬身のリード、少し離れてシェーディアーク、続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアルーリングブロンド、まだ粘っています。2番手はシェーディアーク、ですね、3番手に天の瀬家中、もう先頭を伺う。大外から黄色の帽子、天の瀬家中、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。追い出す。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 これは強いわ。ここ思った以上に力差がありました。2番手はシェーディアーク、完璧です。ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はシェーディアーク、3着にミュージックノート、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の瀬家中、まさしく日本が世界に誇れる馬です。今年で引退ですからね、瀬家中。でも強かった。あ、G1 3連勝か。スマートストライクとエアグルーヴ、ビシーダートマイル、スマートファルコンです。1番人気、まだ金札確定してないので勝ってほしいですね。131ダントツです。さあ、あ、これでいいでしょう。まあ前に行く馬が多いのは少し気になりますね。漁夫の利を捉えてしまうかも。レースです。サンタニタ競馬場 G1ブリーダーズカップダートマイル、その名の通りダート 1600m マイル戦です。マイルを舞台にそのスピードとパワーを競います。全米最強のダートマイル王に輝くのは果たしてどの馬でしょうか。ブリーダーズカップダートマイル、いよいよ発走です。スタートしました。アイアンファンタジー、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ママのスタートですね。やはり予想通り花に立ったのはアイアンファンタジー、続いてアミューズフリー、逃げなかったですね。ウィナーズスコア、足毛の馬体、ティグレストレード、まあ、外枠っていうこともあり逃げにくいとこですね。少し開いてアリオスコロナック、その外からマーブルブルーリー、向上面に入っていきました。その隣にブラッドアウト、好位置をキープしています。スマートファルコン、ビッグドラマ、その前に進出、大きく離れました。ブレーム、先段にはそれを4番手ですね。ノアールホリデー、その後ろ、すぐ後ろにランニングウィンクル、最後方にサバンナプレシデント、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭はビッグドラマ、アイアンファンタジー、上がっていきます。ほとんど差がありません。仕掛けていきました。3番手にスマートハルコン、絶好の手応え。先頭に踊り出た。スマートハルコン、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り200メートルを通過して、まだ持ったまんま。日米王者の争いだ。残り100メートル。2番手はブレーム、スマートハルコン。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はブレーム、3着にノワールホリデイ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スマートファルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。控える競馬で今回勝ってくれました。BC マイル、アマノアミーゴです。1番人気123
アゲインとかマスタークラフツマン、キップズデビルら、ちょっとライバルが今回多いですね。さあ勝てるでしょうか。レースいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップ、内マイル芝 1600m マイル戦です。ますますヒートアップするブリーダーズカップで、今度は芝のマイル王者決定戦ブリーダーズカップマイル、世界のベストマイラーたちが頂点をかけて戦います。いよいよ発走です。スタートしました。イズフィズ好スタートを切りました。バターテンプレンス、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはイズフィズ、続いてバターテンプレンス、さらにはマスタークラフツマン、 G12勝、キップデビル、その後ろ先手を取ったのはイズフィズ、少し開いてシックスディナウンド、ミラーピアリス、そのうちに続いています。さらにはソングラインイグリッド。さあ第2コーナーをカーブして向こう上面に入ります。白の帽子ジュリエスティング、その後ろすぐ後ろにグルービーベルズ、後ろからの競馬になりました。アマノアミーゴ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。並んで14番、コーネリアンディクタウェイ、間が空いてジャイアンツエース、内からはオレステスウルフ、しんがりからアゲイン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として6番、ヒズフィズ、マスタークラフツマン、なんか息っぷりが良くないな。あ、でもこっから仕掛けていく。一気に先頭に躍り出た。日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して、やりましたね。先頭は変わってアマノアミーゴ、素晴らしい末足、キップデビル完璧です。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はキップデビル、3着にコーネリアンディクタウェイ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。マイルスペシャリストのレースに勝利。お、やりましたね。手応えをつかみました。 BC ターフです。クラシックディスタンス天野ブログですが、2番人気となっております。69コンデュイットジオポンティ、ちょっと無理ですね。多分これもうコートビジョン、確か金札決まって取ってるんじゃないの。まあここレースはダイジェストでいきましょう。サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップか、カップターフ芝 2400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 日米王者の争いだ。先頭じゃない。先頭はジオポンティ、2番手はコンデュイット、ジオポンティ先頭だ。ジオポンティ、3着ですか。1着、2着はコンデュイット、3着に天野ブログ、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。まあ、ちょっとこれ強い馬が揃ってたので厳しかったですね。ブログはさあ、いよいよメインレース BC クラシックです。金引きにゼニアッタが登場。1番人気金引きに、2番人気ゼニアッタとなっております。コメンテーターが3番人気、4番人気はクオリティロードですね。プレミアムタップラもいますが人気が意外とない。クオリティロードが121、ダンカークが116、コメンテーターが125、金引きに140、ゼニアッタ128となっております。強い。プレミアタッパーちょっと厳しいな。こんな感じか。さあこれゼニアッタ先方選べます。前に行くも少ないから、うちだから差しで行ってみましょう。レースです。さあ、ブリーダーズカップメインレース、サンタニタ競馬場 G1 ブリーダーズカップクラシックダート 2000m で行われます。アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップもいよいよメインレースを迎えました。
世界中から集まった砂の強豪が最強の座を求めて戦います。さあ今年のクライマックス、ブリーダーズカップクラシック、まもなく発走です。スタートしました。プレミアムタップ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくプレミアムタップ行きました。続いて前へ行くのは金引きり、さらにはコメンテーター10番ウェルアームド、その後ろ先手を取ったのはプレミアムタップ、その後ろからはアインシュタイン、内からはリバイバルアメジスト、並んで G1 馬、クオリティーロード、ゼニアッタ、この位置です。ゼニアッタ、内で我慢している。その隣にウィンターズクランバー、すぐ隣にクワイタバイタリティ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにサマーバード、これに続くのがダンカーク、マインザットバード、そのうちに続いています。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度7番プレミアムタップ、依然として先頭、ね、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて金引きり、ウェルアームド、すぐ後ろ緑の帽子コメンテーター、その後ろ前はプレミアムタップ、2番手は金引きりウェルアームド、3番手ゼニアッタ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。さあ金引きりが一気に先頭へ。さあ先頭は金引きり、ゼニアッタはやってくるが届くのか、これ意地のぶつかり合いだ。残り 200m を追加して、これは完全にちぎれた。2番手はゼニアッタ、金引きり、ぶちぎりです。強い、今ゴールイン、段違いの強さです。2着はゼニアッタ、3着にコメンテーター、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。他の馬も投げ切りましたね。日本が世界に誇れる馬です。最後まで強いや、最終年まで。4連覇、う恐ろしいな。こんな馬いたのでしょうか、かつて。にゼニアッタも良かったんですが、これはこれでは仕方ありません。まあ、ちょっと金引きりが強すぎたっていう感じですね。さあ次です。 JBC レディース、クラシック、天野キャンキャンは1番人気となります。クラブは凱旋世界中もいますね。ではレース行きましょう。大井競馬場 JPN は JBC レディースクラシック牝馬限定ダート 1800m です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。凱旋世界中、ちょっとタイミングが合いません。さあ果たして何が行くでしょうか。出遅れてしまった。前に行きそうです。天野キャンキャン、それに続いています。さらには天野キャンキャンは、まあ、いいスタート。ナポリザイザー、その後ろ伺います。先手を取りました。この辺りで各馬第一コーナーにかかります。これに続いてエルリベロ、これに続くのが凱旋世界中デコアクレードル、そのうちに続いています。内からはさようなら、その隣にパサーシーカー、すぐ後ろにパルサビッジ、並んで12番クリスタルショア、内からは祭りダワルツ、その外にカマタアイソトープ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から連勝中の天野キャンキャン、レースを引っ張ります。黄色の帽子東方ドルチェ、その後ろ少し開いてドルチェと競り合ってますね。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は東方ドルチェ、2番手は天野キャンキャン、これは絶好の手応え。間を挟んでエルサブリが3番手。さあ天野キャンキャン、このまま逃げ切れるかどうか。先頭に立ちましたが、さあこれからです。まだ分からないぞ。天野キャンキャン先頭、1馬身から2馬身のリード、あと 200m 後続を引き離す。天野キャンキャン
ない。逆に広がる一方、ぶっちぎりが強い。圧倒的な強さを見せました。2着はボーフォードルチェ、3着にエルサブリーナ。やりました。中央の馬が強かった。勝ったのは天野キャンキャン。いや、本格化ですね、天野キャンキャン。これで秋山新一郎初の G1 ジョッキーってことか。キズアレベルを4にアップ。さあ、これでちょっと海外行ってみる価値もできそうですね。天野キャンキャンは GBC スプリント短距離戦、天野気持ちいい一番人気。バーミリアンもいますが、むしろ怖いのはミリオンディスク、サンライズバッカスあたりですね。ではレースです。大井競馬場 JPN1 JBC スプリントダート 1200m 電撃戦です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ、先行争い何が行くんでしょうか。ミリオンディスク前に行きそうです。これに続いて天野気持ちいい、天野気持ちいい先手を取りました。その外からティルト鳥海並んで、漆黒の馬体アンパサンド、緑の帽子ボリーボサクシード、その後ろピッチシェイディ、そのうちに続いています。さらにはプレセリターマック、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ、先頭はまだ3番天野気持ちいい、2番手はティルト鳥海。さあ、天野気持ちいい、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。天野気持ちいい先頭、差が広がる広がる。これは強いな。必死に追います。この差は果たして持ったまんまですからね。残り 200m、 後続は大きく離れました。そうです。2番手はバミリアン、天野気持ちいい、この馬で決まりか。天野気持ちいい独走、天野気持ちいいぶっちぎりです。2着はバミリアン、3着にサンライズバッカス。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天野気持ちいい。馬の気持ちいい、勝ちましたね。 G1 7連勝。JBC クラシック天の冬ソナです。1番人気、2番人気はフリオーソ、ワンダースピード、トライセンド。面白い戦いになりそうです。レースです。大井競馬場 JPN1 JBC クラシックダート 2000m、 地方版ブリーダーズカップメインレースのスタートです。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはシーチャリオット、エスポワールシチ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくシーチャリオット行きました。続いて前へ行くのはエスポワールシチ、さらにはトランセンド、 G1 馬フリオーソ、その後ろ先手を取ったのはトランセンド、好位置をキープしています。天野冬ソナ、すぐ後ろにシャーベットトーン、その隣にワンダースピード、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。並んで11番ミレネーウォロー、その後ろからはサンドクラウディ、これに続くのがブルーラッド、緑の帽子ポトマックアファー、その後ろしんがりからボンネビルレコード、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から5番トランセンド、依然として先頭エスポワールシチ、すぐ後ろ大きく離れましたシャーベットと、並んで4番シーチャリオット、その外にピレネーウォロー、さらにはフリオーソ、並んで3番ワンダースピード。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ、先頭はまだ5番トランセンド、2番手はエスポワールシチ、間を挟んでチャーベットと、3番手天野フェユソナ、まだ来ない。
後続集団も追い上げにかかります。さあ直線に入りました。これからの勝負、追いつくのか。背足は炸裂したが、1馬身から2馬身引き離す。エスポワールシティだ。さあ差を詰めてきたが、ちょっと遠きそうにない。2番手までした。1着でゴール、2着にはどうやら天野冬ソナ、3着にプリオーソ。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはエスポワールシティ。ザレベルは上がったが、アルテミスステークスです。アパパネ一番人気、重賞初制覇を狙います。2連勝で来てますからね。あ、初制覇じゃないわ、クラブはアパパネですね。ダイジェスト、東京 G2 歳 G3 アルテミスステークス、牝馬限定かな。ダート 1600m 芝 1600m です。さあいよいよ直線の攻防。アプリコットフィズ先頭、1馬身から2馬身のリード。アパパネ上がってくる。アパパネ前を捉えられるか。アプリコットフィズ先頭、残り 200m を通過して一騎打ちだが、差がつまらない。アパパネ2番手はアプリコットフィズ。あ、でも先頭に立った。アパパネ先頭だ。アパパネゴールイン。2着はアプリコットフィズ、3着にデルタフネス。1番人気に応えました。アパパネ見事です。ちょっとやっぱり貸すのに時間かかりましたけど、勝ちはしましたね。そしてスワンステークス、天の花盛りです。1番人気クラブーバー、凱旋愛知博が2番人気、他クラブは2頭出ております。ファイングレイン、シンボリグランというか、浜田境が強そうですね。凱旋愛知博との一騎打ちムードかな。大逃げ馬が2頭いますね。テンウプリキュアとサチノスイーティーと。ダイジェストです。京都 G2 毎日放送賞、スワンステークス芝 1400m です。さあいよいよ直線の攻防。凱旋愛知博先頭、1馬身から2馬身のリード。シンボリグラン懸命に追いすがります。力上がってくるが、あと 200m、 なんか愛知博が強い。一気に後続がやってきた。どうだ。一気に天の花盛り、凱旋愛知博先頭。愛知博を勝ったかな。わずかに凱旋愛知博体勢有利。愛知博ですね。惜しかった花盛り。さあいよいよ秋天です。1番人気天の小泉、2番人気天のシャメールとなっております。他クラブーバーは3頭ですが人気がない。一騎打ちムードですね。なんかむしろシャメルの方がいい。まあチャンス、マルカシェンクとかカンパニーあたりまでかな、チャンスがあるのは。さあ天のシャメルですの先方ですが、まあこのままでいいかな。レース行きましょう。東京競馬場 G1、天皇賞秋、芝 2000m の中距離戦です。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のブラックシェル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはデルタブルース。綺麗なスタートを切りました。 G13 勝デルタブルース行きました。続いてエイシンデピティ、先手を取ったのはエイシンデピティ。キャプテントゥーレすぐ後ろ、これに続くのがコスモバルク、浅草キングス、それに続いていますオレンジの帽子、
カンパニー、その後ろ、すぐ後ろに祭り田ゴッホ、内からはサブジェクト、青の帽子、天の小泉、いい位置につけました。その外にブラックシェル、並んで9番、ファイネルアリアンス、すぐ後ろに凱旋リベンジ、ファイヤーゲーム、そのうちに続いています。その外から天のシャメール、その隣にオアシスセッション、すぐ隣にアルコセニョーラ、すぐ後ろにスイフトカレント、最後方にマルカシェンク。 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬大欅を通過。ここでキャプテントゥーレ先頭に変わりました。2番手はエイシンデピティ、デルタブルース、3番手天の小泉、まだ動きません。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。さあ直線に入った、動きがちょっとないね。しかしその差はわずか、粘り込めるか。エイシンデピティ、お、捕まえに来た。外から天の小泉、あと 200m、 小泉とシャメール、小泉が先頭に立った。2番手はシャメールも来るが、天の小泉先頭、天の小泉ですね。2着は天のシャメール、3着にマルカシェンク。これが世界の実力だ、天の小泉。やりました、天の小泉勝利です。ウィニングランです。マッツーフィニッシュ。カシオペアステークス、天のヒーローです。一番人気となります。グリグリです。ダイジェスト、京都オープン特別カシオペアステークス、芝 1800m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。天のヒーロー先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 後続はまだ後ろ、残り 100m。 2番手はマジソンカフェ、勝ちましたね、ぶっちぎった。このまで決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマジソンカフェ、これはものが違う天のヒーロー、これ G3 以上に出て挑戦できますね。格は違う。24億、獲得賞金でかいな。海外4頭ですね、全部武豊。そして新馬戦 2頭一気に出走です。同じレースじゃないよな、4レース、あ、違うレースだ。SN スマートファルコン、おっと、地方 G1 全制覇を達成らしいです。なんかいろいろクリアしていきますね。この辺は全部クリアしてるんで、さあ秋競馬も11月に入ってきました。勝ちたいんやが、ナブハイ取ってますね。5勝となってますが、多分中央取ってないんじゃないの、だから実質 2.5 勝なんですよね。ジャパンダートダービーなんで、となると
まあ無理やな。まあ確かにチャンピオンステークスかもしれない。その後で出るレースは、一応こういうレースに出てもいいですけどね。刀春日がもういるんだ。気持ちがいるから、まあ出さなきゃいかない。気持ちいいって何勝だっけ今で。世界に花が有馬記念強いですね。チャンピオン有馬か、有馬でいいのかな、まあ、とはいえそんな出られるレースないですからね。ここぐらい初音ミクですか、初音ミクに任せたいんで。キーシャさんはこれ最後かな。いや最後じゃない、まだ戦える。とりあえず一周放牧ん、あ遠征中、嘘、やばいかも。スカチは BCD スタッフを勝ちまして、これで15勝か。じゃあまあもうどこでもいいわけですよね。うん、一周放牧しとく。ジュピターはエリジョ。予想、エリジョってどんなメンバーだっけ。ハウルがいいのか。ハウルは10勝上げてるんで問題ない。このまま出します。ん、あまあまあいいのか。あアンカツですね、アンカツに渡したいとこですね。刀テレがチャレンジ、ん、あまあもう無理だからな。ポッターコーフィールドを取って16勝目上げました。ジャパンカップに挑みます。アミーゴは何これ、なんで BC マイル勝っては AJCC に行くんだ、まあね、アミーゴはどうかな、来年走るべきなのか迷うとこですね。ちょっと調子悪いな。で着歌です。着歌まだ6勝なんで、1等しか出してないはず。あまあ花盛りも言うけど、花盛りじゃ厳しいからな。で想定内がエミレーツ、まだ G1 取ってないです。ただ毎日王冠勝ちが良かったんでこれからですよね。表トレは浦和記念で、また小泉もジャパンカップ、しかしジャパンカップは長い、小泉が挑戦する場所ではないと思います。一応マイルとかかな、中距離戦。まあ出すかとぶつけてもいいですね。逆に一周放牧しときましょう。ハウルがエリジョ、エリジョ10勝上げてるので問題ないところです。けど戦記8勝ですが、これダートかな、芝なんで問題なしか。けど戦記はまだ戦えますが、芝限定だからなということはここしかないから、ここ誰か出てんの、あ、禁止差がいるよね、そりゃそうだ。
椿と着歌、椿は急所を上げている、着歌はまだなんで椿引かせるべきでしょうね。椿急所ですからね、阪神カップとかかな。まあ阪神カップ出しましょう。今のとこかぶってないな、まだ。ある日はシガーマイルハンデ、あと2勝というとこですね。かぶってないので大丈夫かな。どうなんだろう。あ、一応 G1 なんだな。じゃあ強敵になり得る可能性がある。まあ出来は悪くない。あ、ないのか。稲葉はまだ3勝か。これからだからな。コンデュフィットとか強いよな。ちょっと待って、イナバウアーはこれって何。あ、出てないじゃん。あ、なんか出てったような。まあジャワーメイル、ミア、ビバーパッタかも強いけどね。ん、何これ、ネループ一周放牧かな。でキャンキャンがここでもう完全にちょっと力をつけましたんで、問題はキャンキャンあれですね、寿命ですね。どのぐらい寿命が残ってるのか。ルフィがいるからな。待ったもんだ。距離的線は2200か。東京大商店かな。うん、ならば。ニコニコはまだ3勝です。これからですね。神が5勝。早熟ですからね。新神どこまで寿命が持つのか。山のヒーローはマイルチャンピオンシップだけどちょっと難しいんじゃないかな、まだ。強かったですよね。なので G3 マイルの G3 クラスを狙っていく。まあケアハイでもいいけどな。マイルの G3？ ん？リゲルとかもあるか。ヒーローは5010万なんで別にリゲルでも構わないと思います。なんだ、キャピタルか。ラキスタがいるね。とりあえずリゲルに出しましょう。でつぼみがアルデバラン。ブラジルカップ勝つことはできなかったからな。
これってダート芝か。ダート距離が不安。これかな、名古屋グランプリ出してみましょう。面白いかも。ブエナビスタも JC、 あでも距離が長いな。ブエナビスタあと一勝だから、ここ出すわけにはいかないってとこですね。芝だから、あなんだ、ハリウッドがある。アメリカンオークス、ハリウッドって誰か出んの？今とこ出ないみたいです。まあ出るんだったらちょっと考えましょう。でブラックキャビアがまだ一勝か。ん？ジョッキーは大丈夫か。パツイクが挑戦します。2着2回ですからね。ちょっと力を上げましょう。これ疲れがどうなるかっていうのはちょっと心配材料ですが、ハンサカイ、まあ無理ですね。 B だから今後まだチャンスあるかもしれないけど、今は諦めましょう。ケアハイへ。重賞取るまではちょっと時間かかりそうだよな。パワーとか全然ダメだからな。クリビットちょっと調子落ちましたね。まあとりあえず一周放牧はする。でアラフォートルーラーシップとか、ブーは黒竹賞、フリーズマイルは残念でしたが3位勝ちに行きます。ネクスト、クリテリウム国際天の贈り人です。一番人気119、2歳馬か、だからわからないですね。一番人気って言ってもレース行きましょう。サンクルー競馬場 G1 クリテリウムアンテルナショナル、2歳限定 G1 です。芝 1600m をマイル戦で行われます。送り人って勝ち続けたんじゃなかったっけ。2連勝とか3連勝とかしてたような。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。ラジサマン、前に行きそうです。ウェイクミーアップ、それに続いています。さらにはウェービングアーモリアル、10番オンスミスリル、その後ろ先手を取ったのはラジサマン、スゴードフローレンス、それに続きます。並んで G1 馬、ドイリーフリート、フェアトロメオ、この馬もこのグループ、エアーセブン、それに続いています。その隣にワークフォース、リリーオブザバレー、そのうちに続いています。ソフィスモーク、その前に進出、少し間が空いてプレシャスウィンズ、天のクリミと後ろからになりました。後ろにいるな。ほぼ平均ペース、届くのかな。展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ホースロスはないと思うんですけどね。さあ先頭はベイビングアーモリアル、ラジサマン、ほとんど差がありません。ウェイクミーアップ、さあ仕掛けていく。クリビート、まだ来ない。あ、いい背足だ。長い直線、ここ一気に先頭に立った。ウェイビングアーモリアル先頭、天の送り人先頭、引き離しにかかる。残り 200m、 天の送り人先頭、内から一気にワークホース、天の送り人先頭、コースを食い下がるが送り人、ここは勝ちました。2着はワークホース、3着にリリーオブザバレー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は4連勝、2歳でこれはすごいな。次はおそらく2歳の G1 ですね。大舞台だ、嬉しいですね。メルボルンカップです。天のニコニコですが2番人気だ。強敵がちょっと多いな。ダイジェストでいきますね。1番人気エフィシエント、3番人気パーソナルヒル、フレミントン競馬場 G1 メルボルンカップ芝戦、 3200m の長丁場です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。粘っているがもう後ろ来られてるぞ。外からスイーズデザイン、天のニコニコ先頭、あ、捕まった。レーム&グローリー先頭、残り 200m、 ここで先頭変わってエフィシエント、2番手はレーム&グローリー、エフィシエント、強い強いエフィシエント、圧勝ゴールイン。2着はレーム&グローリー、3着にショッキング、勝ったのはエフィシエント、見事な勝利です。8着惨敗、三冠馬は海外では通用せず。エミレーツステークスです。天の想定内です。2番人気、あ、これは厳しいな。1番人気エルセギュントです。調子は良くなさそうですね。ベイクドチャーペル、ダイジェストです。フレミントン競馬場 G1 エミレーツステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、さあどこにいるんだ。リップバンウィンクル、バグンにいるな。エルセギュンド、伸びがないな。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってエルセギュンド、2番には伸びそうだな。リップバンウィンクル、エルセギュンド先頭だ。エルセギュンド3着か。2着はリップバンウィンクル、3着に天の想定いない、勝ったのはエルセギュンド、見事な勝利です。あ、でもワーと強いレースに出したから、これは仕方ないのか。まあ今年いっぱいかな。いや、まだ走らせる。カンタラステークス、天のハニカミ1番人気です。124、グレートボイスとか大混戦ですね。これは1番人気ではあるけど強敵が多い、そんなレースです。レースいきましょう。フレミントン競馬場 G1 カンタラステークス芝 1600m マイル戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ジャックピンキー、前に行きそうです。アルキオーネバレー、それに続いています。さらにはサフィジハッシュ、13番スタイル&トレイル、その後ろ先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。先手を取ったのは天のハニカミ、これに続くのがテッサフローラ、すぐ後ろにパワフルバンシー、内からはグレートボイス、
その外にカプスポンダー、オレンジの帽子、ストレートミラクル、その後ろインターバルサック、そのうちに続いていますオーバーウィークス、それに続きます、その隣にミンストレラグレイル、内からはガイドブックカナス、さあ先頭はジャックピンキー、2番手はアルキオーネバレースタイル&トレイル、3番手さあ天のハニカム、前を捕まえられるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者意地のぶつかり合いだ。さあ先頭に立ったのは天のハニカム、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 2番手はカプスポンダー、これは強い天のハニカム、この馬で決まりか。天のハニカム今ゴールイン、段違いの強さです。2着はインペリアルイドリング、3着にカプスポンダー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のハニカミ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。はい、強かったですね、あの天のハニカミ。ケオハイ2歳ステークス凱旋クロケットですが、これは人気なさすぎる。ダノンシャンティか。さあクラブは凱旋アボードです。ファンタジーステークス本誌は本命ですね。人気はステラリード、スペシャルウィーク3区。アボードは父天野エース、母天野桃天然か。アニメイトバイオなんかもいますね。アニメイトいいのかな、加盟として。ダイジェストです。京都2歳 G3 KBS 京都賞ファンタジーステークス、牝馬限定かな、芝 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ステラリード先頭、外からショーリュームーン、ステラリード先頭、残り 200m、 先頭はステラリード、ショーリュームーン頑張れるか。ステラリード先頭、2番手はショーリュームーン、ステラリードゴールイン、2着はショーリュームーン、ステラリード見事1番人気に応えました。凱旋アボードは3着でした。そして、いよいよデビュー戦です。アマノトゥルース、大鳥が煽ってきます。1番人気です。アマノトゥルース、大鳥タイトルが4番人気か。どうなの、父アマノカリスマ、母ファレノプシスか。ちなみに大鳥タイトル、父はアマノユニバですからね。余裕ってなってます。アマノトゥルース、しっかり勝ってもらいましょう。ちなみに一応大鳥タイト見てみるか。さあダイジェストです。京都2歳新馬戦、芝 1800m、 アマノトゥルースメイクデビューです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭に踊り入れたアマノトゥルース、先頭後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 アマノトゥルース、ここからどうなんだ、引き離せないと厳しいぞ。2番手はダスキータイモア、アマノトゥルース、この馬で決まりか、アマノトゥルース、まあ最低限かな。完勝、2着はダスキータイモア、3着にシルクスパーク、これは物が違う。アマノトゥルース、まあ、ダスキータイモアは強いかもしれないしね。成長する余地を残している、まだピークが先ってことですか。大月さん本当、さあ今度は天のアイフォンがデビューです。1番人気 1.5 倍、ダントツですね。父マインシャフト、母天のアイモードとなっております。行ってみましょう。ダイジェストです。京都2歳新馬戦、芝 1400m、 天のアイフォンメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のアイフォン先頭、残り 200m、 後続は遥か後方、天のアイフォン先頭です。
このまま押し切るか。2番手はサイダーヒルズ、アマノアイフォン、独走アマノアイフォン、ぶっちぎりです。2着はサイダーヒルズ。これは桁外れの強さ。これは強いアマノアイフォン。アイフォン革命起こるか。いいんじゃないでしょうか。トップクラス。アルキョです。クラブは当選上段が1番人気、他クラブは2頭出ております。ネバあライバルになるレバリューション、ミヤゼアンベリー、トホアラン、トホアランが本種本命とされてますね。ダイジェストいきましょう。東京 G2 アルゼンチン共和国杯、芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ミヤビランベリ先頭、粘る粘る、3馬身から4馬身のリード。ホホアラン足色は十分、前に迫れるか。残り 200m を通過して、先頭はミヤビランベリ、残り 100m、 なんか中割ってきた。抜けた、ネバブション差し切った、ネバブションゴールイン。2着はホホアラン、見事に勝ちました。ネバブション当選上段完敗です。着外に沈みました。当選上段が一番負けている。京都都ステークスカレーナルが出ますが、これはちょっと厳しい。さあコンデュイットがジャパンカップ出てきますね。強い馬、了承です。2着も9、どうですかね。着歌ん、着歌ってなんだ。え、これ何のレースなんだ。いや出ないよこの辺は。さあ今度は天野ブルーレイがデビューですね。父マインシャフト、母ウィンドインハーヘアとなっております。他ですね、エイリージョで天野ジュピターと天野ハウルぶつかります。天野ジュピター金札確定させたので安心して、挑みますね。ハウルとの対戦。さあ片野ポーニョ、ブラックキャビア、この辺りも頑張ってもらいましょう。強い一強ですね。ウォカとかもいるのに。iPhone の方が優先かな。単眼のターン 1400m か。芝のみか。まあ無理ですね。まあとはいえ重賞初制覇させるのもいいかもね。こことかあたりで。一方国内じゃどうなのか。まあ当然ラストとしてはここですけど、カトリアステークスだったり、あこれ芝か、もうちょっと距離短い方がいいな。マイル戦に出したいとこなんですよね。でも出してあげましょう。うん、とトゥルースはどうするかな。ヒイラギ賞か、もっと距離が伸びた方がいい。
ヒイラギショーよりもっと長い方が面白いかもね。トースポハイはまだ早いんで、これ行きましょう。カーダが被ってる。ゼニアッタ選ぶかスマートハルコン選ぶかだな。スマートハルコン、いや、スマートハルコン出すの、いや、リーチかかってる馬なのになんで出す必要あるんだ。ないです、出しません。スマートハルコンはこの地位が急所なんで、ちょっとどいてもらいましょう。気持ちいいには、あ、でも気持ちいいもんあれだ、どいてもらうのもどうかな。でもどいてもらおうか、気持ちいいには。あれ、優勝なんですけど、団内は東京大書店ぐらいしかないよな。キャンキャン、でもキャンキャンとぶつかるのは嫌だな。ちょっと考えよう。シガーだと春日とぶつかるから、結局ぶつかるしかないのか。感じかな。ちょっとやっぱり出走迷いますね。優勝か。まあ別にありまでいいでしょう。まあ結局ここに出さざるを得ないからな。こちらではジュピターの方が上、アマノハウルはウォッカにも及ばず3番人気、3番手ってされてんのか。じゃあ行きましょう。ネクスト、クリテリウムドサンクル、カタノポニョです。1番人気、102か、わからないですね。ここで勝ったら強いやろうけど、まあ
2歳戦なんでこれからですよね。レース行きましょう。サンクル競馬場2歳 G1 クリテリウムドサンクルは芝 2000m です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スイスターキープ、これはいいスタートを切りました。ベルベットメイデン、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してプラントゥール、花に立ちます。その後ろからはスイスターキープ、この馬も上がっていく構えです。さらにはキャッチニーベアラー、13番ロペデベガ、その後ろキャッチニーベアラー先手を取りました。10番カタノポミョ、2番手を追走。これに続いてアイボリーウィンス、すぐ後ろにスライトリーコンティネント、フルダブル、それに続いていますタックドボアストロン、すぐ後ろさらにはジョリエッタブラッド、並んで無敗のベルベットメイデン、すぐ隣にロストバルサ、間が空いてサーフサイドオフェンシブ、緑の帽子ヒルイベント、その後ろフェルアフェクテーション、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。最後方にシフティングマナーズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、7番キャッチニーベアラー依然として先頭。さあ先頭はまだ7番キャッチニーベアラー、ここで先頭が入れ替わりました。カタノポミョ、キャッチニーベアラー2番手に控えました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。追い込み勢もやってくる。先頭2馬身から3馬身のリード、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。2番手はヒルイベント、カタノポニョ、粘るカタノポニョ、なんとか粘り切った。カタノポニョ1着、2着はヒルイベント、3着にジョネット・ブラッド、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カタノポニョ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。父サイエンス鈴鹿か。ダーレークラシックブラックキャビアです。2番人気1番人気キングスネートネイティブ。ですが本当わからないですね。先方ですがどうなんだろう。このままでいいかな。レースで行ってみましょう。フレミントン競馬場 G1 ダーレークラシック芝 1200m 電撃戦です。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフリーティングスプリット、ペイリスト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフリーティングスプリット、花に立ちます。その後ろからはスタースパングルドバナー、この馬も上がっていく構えです。さらには JJ ザジェットプレーン、 G1 馬ヘイリスト、その後ろフリーティングスプリット、先手を取りました。少し間が空いてラストエソプリ、内からはスウィック、ニッコーニ、そのうちに続いています。赤の帽子キングズゲートネイティブ、その後ろ内からはブッシュレインジャー、高位置をキープしています。ブラックキャビア、その後ろからは高位置でありますね。残りあと400m、 しかし伸びが足りないな。ここからどうか。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 キングズゲートネイティブ先頭だ。キングズゲートネイティブ先頭、キングズゲートネイティブ先頭だ。3着か。キングズゲートネイティブ、キングズゲートネイティブ1着、2着にはどうやらヘイリスト、3着にブラックキャビア、勝ったのはキングズゲートネイティブ、見事な勝利です。さあ武蔵野ステークスです。クラブーパーはみんな2桁人気。さあ天野ブルーレイデビューです。1番人気 1.6 倍。 G1
父マインシャフト、母ウィンドインハーヘアですね。グリグリです。追い込みか、しっかり勝ってもらいましょう。ダイジェスト、東京2歳新馬戦、芝 1600m、 天野ブルーレイメイクデビューです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。岸田プロール先頭、さあ天野ブルーレイ一気に来た。先頭変わって天野ブルーレイリードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、ブルーレイ2番手はサクラスペア、これはぶっちぎりだ。天野ブルーレイ強い。この馬で決まりか。天野ブルーレイ独走、天野ブルーレイぶっちぎりです。2着はサクラスペア、3着に岸田プロール、これは桁外れの強さだ。天野ブルーレイ、いいでしょう。トップクラス B あたりかな。オーロカップ、ああこれ人気がない。エリザベス女王杯がやってまいりました。アマノハウルとアマノジュピター、そしてウォッカですね。凱旋白プランも有力馬です。アマノハウルが一番人気で、本心が全部20丸。本心本命は天野ジュピターの方か。一騎打ちなのか、ウォッカが食い込めるか。凱旋白プランもいます。さあ、天野ジュピターは戦法を変えられます。といっても、先行策有利だから、このままですね。レース行きましょう。さあ、秋の女王決定戦、エリザベス女王杯、京都競馬場芝 2200m、 G1 で行われます。京都競馬場では G1 エリザベス女王杯の発走です。3歳牝馬が秋華賞での勢いそのままに小馬の壁すらも飛び越えるか、それとも小馬牝馬が実力の違いを見せつけるか。さあ最後は大外枠のアルキーバラッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ果たして何がいくでしょうか。電馬バトル、ハウルはいいスタートでしたね。電馬プラム、それに続いています。さらにはオディール、15番天野ジュピター、ジュピターも上がっていこうとする。先手を取りました。その後ろからはアルキーバラッド、チーフズプリマすぐ後ろ、その隣にリアジーナ、赤の帽子天野ハウル、いい位置につけました。西のスペシャル、それに続いています。その外からシャラナヤ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。サイレントレイン上がっていきました。その外に天馬ビール、内からは川上プリンセス、青の帽子ブロードストリート、その後ろ、その外にリトルアマポーラ、ウォッカ、そのうちに続いています。その外にベッラレイヤ、最高峰に凱旋白プラン、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はまだ栗色の馬体、天馬バトル、天馬プラム、ほとんど差がありません。天野ジュピター、3番手天野ハウル、いい位置、果たして先頭を捉えるか、ね、後続集団も追い上げにかかります。もうすでにジュピターをマークする形でいってます。天馬プラム、その隣からは天野ジュピター、天野ハウル、後位を追走、その外からは天馬ビール。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭は天野ジュピター、並ぶまではなく貸していく。さあジュピターの粘りはどうだ。一騎打ちだ。あでも引き離した。先頭天野ハウル、ハウルが強かった。単勝、2着は天野ジュピター、3着にウォッカ、これが世界の実力だ。天野ハウル、天野ハウルウィーニングランです。女王戦を制しました。天野ジュピター頑張ったんですが、一騎打ちには天野ハウルが上でしたね。
さあカレンちゃんデビューです。楽しみですね。黒船スプリングポケット天野ノートレ天野着歌がいます。これあと2勝なんでなんとか頑張ってほしいですね。ただ着歌一強です。どうかサウダケアも有力馬として名前が上がっております。ハクコージこれ以上拡張は無理だな。苦手な周りが判明。そんなんあるんだ。ウォッカーボロ3着だったから3位賞金、賞金積み上げましたね。4勝馬でもすごいな。喜んでます。もうちょっとなんですけどね。千六さんはアチャク頑張ってはいますが、まあこれからですよ。どうなんだろう。まあ、ではアボートは良さそうな感じはします。あちょっと差をつけられたかな凱旋に。安平に。サクタのポニョが何勝目っていうか初 G1 かでホープフルに挑むってわけですね。これポトヨ器用なあれなんだ。微妙だな。疲労を癒すこともできるけどそんな癒す必要もないしな。そういえばそう2歳馬ってどういうローテになってんだ。朝日杯は送り人出るんだ。順当ですよね。送り人はフューチュリティステークスはポニョが出てもいいですよね。両取りしてもいいぐらいだ。もちろん iPhone だってチャンスあるかもね。強かったですからね。とそばにいるにはまだとかカレンちゃんはまだデビュー
ブルーレイも、ね、ってなるとちょっとやっぱポニョに期待が集まる。距離的線は悪くないですからね、ポニョ行きましょう。でもまあ iPhone 出してもいいような気もしますけどね。まあでもこちら覚醒なんでまだ時間はあります。トゥルースもまあ同様ですよね。さあエリジを買ったマノハウル、まあアリマいいとは思うんですけどね。パスレースがない。大量出走しちゃうからな。ジュピターもアリマって言ってますが、ちょっとこれは厳しいな。ジュピターも引退させましょう。お疲れ様でした。さあ、あとはブルーレイガンとブラックキャビア。ブラックキャビアどうするか。もうブラックキャビアはもう来年は短距離戦ですよね。というかもう出してもいいけどな。あれ？なんでいないんだ？あ、こっちも出れるんか。芝じゃないからな。芝じゃないとダメなんだよな。ブラックキャビア。あとここなんだけど絶対かなわないだろうな、金車さんには。まあ、順当にここですよね。でブルーレイどうするか。敵はいいな、ブルーレイ。ん？ああ、そっか、芝田と両対応なんだ。ブルーレイどうだった？強かったっけ？いや、強いかって言ったら絶対的に強くないな。出してみましょうか、でも一応は。ですからね、特にダート2が得意な馬グーぐらいだもんな。グーも出てもいいんですけどね、距離がちょっとな。もうちょっと適正長いとこだったらな。スタキオンか。歌ですね、チャンスです。浅田真央がいる。
さあ、まあ当然鍛えたいな。賢さが A プラスになりました。では行ってみましょう。ネクスト裏秋年天野ノートレです。1番人気。さあ振り要素か強いですね。アデューディミツオとともに。さあダイジェスト裏は JPN2 裏秋年ダート 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。アデューディミツオ先頭、最内から一気にプリオーソ、アジュディミツオ先頭、アジュディミツオ。どうしちゃったんだ。アジュディミツオ1着、2着はプリオーソ、3着にオリーブテンザン。これが G1 馬の実力だ。アジュディミツオ出遅れた。ノートレ負けすぎだろ。先行なのになんで最後方にいたんだ。トスパ杯2歳ステークス、クラブは凱旋浅田真央一番人気となっております。ダイジェスト東京 G2 2歳 G2 東京スポーツ杯2歳ステークス芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、凱旋浅田真央先頭、1馬身から2馬身のリード、栄進アポロン懸命に追いすがります。内からリルダバル、残り 200m を通過して先頭は凱旋浅田真央、2番手は栄進アポロン、大差が詰まってくる。なんとか粘ったかな。1着2着は当選ファントム、3着にスピードファニー、凱旋浅田真央見事な勝利です。浅田真央勝ってくれました。そしてアンドロメダステークス凱旋メタボですが、ちょっと人気がなさすぎる。レジネッタか。さあカレンちゃんデビューです。さあカレンちゃんデビューです。 1.6 倍ダントツの一番人気ですね。馬娘にもなってますからね、カレンちゃんは。父黒船、母スプリングチケットとなっております。ワケオブスクーカってこれアサイレスーカの姉か。ということで、しっかり勝ってもらいましょう。ダイジェスト東京2歳新馬戦芝戦ダート 1400m、 カレンちゃんメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあもう早くも先頭で す。カレンちゃん先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。アドマイヤファイン必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。打ち切りですね。2番手はアドマイヤファイン。期待通りのデビュー戦になりました。カレンちゃん独走、カレンちゃんぶっちぎりです。2着はアドマイヤファイン、これは物が違う。カレンちゃんというかもういきなりあそこ2歳優勝に挑戦してもいけるんじゃないの。
グッとくるスピード、まあ当然シーツ馬だから強い。さあマイルチャンピオンシップです。アマノチャクータ1番人気、チャクータ1頭だけを出します。ライバル馬は BB ガルダンとかカンパニーですね。そんなに強くないな。チャクータグリグリとなっております。あとファリダットもいますね。ファリダットはクラブ馬か。モービルゲレードとかちょっとしんどいだろうな。あとまあエイシンフォワードあたりか。さあチャクータ勝ってもらいましょう。レースです。さあ京都競馬場で行われる G1 マイル戦、マイルチャンピオンカップ、あマイルチャンピオンシップ、秋のマイル戦、芝 1600m です。京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦、6勝あと2勝ですね。さあ最後は大外枠のリーチかけてほしいです。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは BB ガルダ、飯出健心。この馬も好スタートを切りました。やはり逃げるのは飯出健心、これに続くのがローレルゲレイロ、先手を取ったのは飯出健心、並んで5号アグネスジェダイ、これに続くのが BB ガルダ、凱旋サオダケヤ、そのうちに続いています。その外に電車道、赤の帽子ジョリーダンス、その後ろ。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました、ね、坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭はアグネスジェダイ、アグネスジェダイさらにリードを広げます。2番手は飯出健心、 BB ガルダ、3番手7番アマノチャクータ、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか、後続も追い上げていきます。さあ直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのは BB ガルダン、BB ガルダン2馬身ほどのリード。さあ外から伸びてくる、後続の手応えもいい。あと 200m。 さあチャクータ先頭に立ったが、2番手はカンパニー、アマノチャクータ、ね、この馬で決まりか。アマノチャクータ、強い強い、アマノチャクータ、圧勝ゴールイン。2着はカンパニー、3着にオリーブ風船、アマノチャクータ、春の安田記念、秋のマイルチャンピオンシップも制し、国内マイル戦線の頂点に立ちました。マイル王です、アマノチャクータ。ウィニングランです。次はアイドルホース、大量出走か。2頭ルーラーシップとアマノアラホーの2頭がデビューか。ジャパンカップも2頭ですね、アマノアイポッドとオーケンブルースリー。海外は片野春日が出てきます。あと2勝か、春日も気がつけば。アマナイポットもいるけどな。トッケンブルースにいいジョッキーには乗せてもらえないのか。まあまあそうですよね。金引きに諦めてもらうか。坂中って何勝？15勝か。ルーソナも11勝なんですが、確か交流戦があるんで、感じかな。
でもこうなったら銭やったら勝っちゃうよな。まあこれでいいでしょう。iPod だ。ケンブルー3以下を投げ切る天の iPod。 ということで、この週までですが、ちょっとローテだけ決めて終わりたいと思います。凱旋ってない。なるほどね。勝負服変えられるんですね。ちょっと久しぶりに勝負服変えていきましょう。このジロこれしか変えられない。あるか。あ、変えられないんだ。胸の模様がこういう変え方しかできないんだ。これいいですね。胸の模様も変えられます。こんな感じで。白とかな。なんかだいぶデザインが黒っぽくなりましたね。オートバグ？傾向が見えます。配合理論ってあるんだ。ニックスも軽視してるんだ。 MV の中じゃなくて耐付け量も低い。血統は流行で健康は重視。そは強気、遠征は積極的。良いとか何なんだろう。繁殖今好みは劣勢なんだな。素質重視、引退時期早い。面白いですねこれ。たくさんライバル馬がいますね。何のライバル馬だ。
欧米だけでもこんだけライバル馬いますからね。ローテ決めます。まずポニョはこのままいいでいいよな。トゥルース、うん、グーってこれでいいのは出すレースがないのか。で iPhone が覚醒か、楽しみですね。逆に言ったら覚醒だからいつ出しても大丈夫っていうのはあるよな。ん？ああそうか、芝もいけるのか。ただそんな感じならば、早いような気がしますけどね。うん、ここ出しもいい感じはありますが、まあ肩のポニョに任せましょう。強いな。早くも4勝目。で、ブエナ。ブエナビスタリーチですね。次ハリウッドダービー、これ勝てば FIBA 参加となります。まだ一勝か。1月3週か。じゃあ2週放牧でもしとくか。が、なるほどね。取ってないんで取らせてあげたいよね。どうしよう。いや、キャーハイな。いや、出さんでおこう。やめた。あ、キスターチキャピタルステークス。ドローはまだ2勝か。え、なんで2勝なんだこれ。2着が多いからか。重賞は取ってないんですね、ドロロ。さあ、ニコニコはまだ3勝で年を終わることになりそうです。じゃあ、有馬出ることもできますけどね。
リゲル。リゲルこのぐらい勝てるでしょう。椿はこれ寿命もうないのかな。椿何勝？9勝か。まあ4歳だからもうちょっとありそう。ある日はあと2勝です。エネループどうしたんだ急に。ちょっと無理だなこのエネループ調子が悪すぎる。せっかくで悪いけどここは出さずに、JPN1 を制覇しました。リーチですね。クラークハンデで8勝目、金札をかけます。ブルースリーなかなかパッとしない王権ブルースリー。ダイナスカレットは本校カップ、これ引退レースになります。でも小泉も出ます。勝負です。ゼニアッタがチャンピオンズか。サージカップにも予告済み。マノハウルが、なるほどね、まあ出ましょう。ちょっと16勝、プロゴも9勝でもう確定しております。チャクータはこれでリーチですね。香港マイルがありますが、香港マイルなんかないよね。まあ強い馬いないんでここでもう決めちゃいましょう。チャクータはでも香港マイルってあれ最強馬決定戦じゃなかったっけ。あ違うのか。想定内が見えず惜しかったよな。これからですね、チャンピオンズカップ。中は引退だと思うけどな。テネももう引退だし、金車さんなんで出ないんだ。金
選手さん一周放牧。いや、やっぱり出るかな。受けて立つしかないような。でも連行スプリントってそうか、出てる馬がいないんだ。まあ行くしかないでしょうね、こんなの。やっぱり急所か。でも姉が多いですからね。まだちょっと肩気持ちいいは勝たねばなりません。金引きりは引退ですね。これで勝ちたいんやが、ようやく本格化かな。中日新聞杯どれだけ半で過ごされるんだよ。あ、でも58キロならそんなにきつくないな。行ってみましょう。で、金引きり引退です。お疲れ様でした。そしてさらに引退、アテネ引退ですね、これ。東京大商店ぐらいかな。あとは今出てもしゃあないしな。うん、2500持つけどな。サーコイズはダート、カペラ、あ、カペラ、カペラがあるんだ。じゃあこれに出て引退でしょうね。アイポッドか、三冠馬ですからね。もうすごい、他全部天野がずっと続いてる。さあ最上位楽しみです。あと2勝ですからね。ポットかトップは王権、個人的には王権ブルースリーの方に頑張ってほしいけどな。回線気合いだ。60キロ世話されてる。でももう一個できんのか。
に期待するのか、それとも今勝たなきゃいけない馬に投資するのかっていうところですよね。勝ちたいあたりに投資するか。どうし。いいじゃないですか。こんなのあるんだ。あ、こんなあったんだな。ならば、まあでもシャメールとかも今年いっぱいで終わりだし、何歳以上だよな。何歳以上なんでここには適用されない。着歌がリーチか。想定内かな。スパルタで行きましょう。で、終了で、これにて今回終了のウィニングポスト9は終了です。4週分しかできなかったですけど、まあ1週目がブリーダーズカップ長かったんで仕方ない部分ではありますね。はい、ということで次回は11月ジャパンカップから12月 3週ぐらいまでをお届けする予定です。いよいよ年末に差し掛かってまいりました。各馬の運命はいかに、次回もご期待ください、今回の配信はツイッチで行いました。ツイッチぜひアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、この動画のアーカイブ YouTube でアップロードいたします。2日後13日21時ぐらいのプレミア公開の予定です。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価もお願いいたします。 My YouTube チャンネル This Live アーカイブムービーアップロード Today's Afterマイ YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。続いて Twitter、X のアカウント持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いします。Twitter、X、マイアカウント、プリーズビジット&フォロープリーズ。リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。
それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が行くでしょうか。天の世界に花前に行きそうです。金引きり、それに続いています。さらにはオグリキャップ、5番ダイワスカーレット、その後ろ先手を取ったのは金引きり、天の小泉、それに続いています。その隣にゼニアッタ、しんがりから天のアミーゴ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。5番ダイワスカーレット、2馬身から3馬身のリード、間が空いて天の世界に花、すぐ後ろにオグリキャップ、並んで4番金引きり、天のアミーゴ、それに続きます。白の帽子ゼニあった、その後ろ最後方に天の小泉、もう一度先頭から5番ダイワスカーレット、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて天の世界に花、これに続くのが金引きり、並んで7番オグリキャップ、天の小泉、すぐ後ろ並んで1番ゼニアッタ、しんがりから天のアミーゴ。もう一度先頭に戻りましょう。5番ダイワスカーレット、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いて天の世界に花。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。先頭は依然としてダイワスカーレット、2番手は天の世界に花。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ダイワスカーレット先頭、さあ金引きり一気に来た。さあ先頭に立ったのは金引きり、あと 200m、 金引きりこのまま振り切れるか。2番手は天の世界に花、金引きり先頭だ、天の世界に花。大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。